はい、ピロマラスさんのね、モーニングルーティンをね、見ていこうと思います。はい、というわけで見ていきたいと思います。あー、うわー、もうこうやってね、もう今、朝といっすよ、今ので、もう漏れてるもんな。あー、こうやってね、もうベッド、てか、ピロマラスさんの部屋おしゃれだな、いいな、こうやって、おー、すごい、編集頑張ってる。ピロマラスさん、編集してくださいよ。僕もう2ヶ月ぐらいあったら編集見てないですよ、マジで。今なんか寝て、いや、マジで、うわー、もう、世界やばい、ピロマラスさん、やらせですよ。ちゃんとあなたは生活習慣を良くするべきなんですよ。結構ピロマさん、あれ、どこ、ピロマさん、いた。あー、ベッド上にいたような気がする。あー、まあ、部屋がおしゃれ、家がおしゃれやな、いいな、この家住みたいな。あー、水飲んでる、俺も水飲むか。あ、ピロマさん、メガネかけてんの。へえ、知らんかった。僕メガネ好きじゃないんですけど、なんかでもまあ、俺も今水飲みたいな。今マジで目の前にウイスキーがあるから、マジで飲みたくない。水飲みたい。あー、もうぬいぐるみあざとい、ぬいぐるみかわいいから、こうやって。あー、ピロマさんツイッターしてる。ピロマさんツイッターでつぶやいてる。まだもう僕よく見ますよ、ピロマさんのツイッター。よくなんかようわからんことつぶやいてますからね、ね、結局。あー、うわー、これ、あー、もう入念してる。こんなんだから学校行けないんですよ。てか家が綺麗だな、家がおしゃれだな、羨ましい。あー、もうくのちゃんが可愛いわ。あー、ただいま、すみません、おはようございます。すごい、でもなんか眼鏡、丸眼鏡なんですね。へえ、確かに。てかみんな積算目悪いもんな、みんな。あー、こうやって、もうやっぱな、結局寝起きていいのかな、結局すぐ分かってるよな、自分のね、あれを。どうした急に。おわ、メガネ。あ、ちょっと怖い。もうコンタクト怖いんですよね。コンタクト怖い。もうコンタクトつけてないんです。あー、ピロマラさんやばい。ちょっと、もうこうグッてやってる。もうこういうとこがピロマラさんのやっぱ人気なんですよ、結局。あ、歯ブラシ。お、皆さん歯ブラシですよ。ピロマラさんと同じ歯ブラシ使いたい人、引け。違うな。夜勤。え、何？これ何？え、マッサージしてるんですか。マッサージ。はい、じゃあタッチから変わって次は、スインから変わって次タッチですね。はい、今やってるんですけど、はい、ピロマラさん流れですね、なんかドライヤーで、なんか謎のポーズしてますね。お、アボカドですね、これは。お、いい、お、料理してますね。お、アボカド刻んで、はい。何の動画や、マジで。え、でもね、Get ready with me ってなんかメイクする感じかと思ったら普通に朝のように。なるほど。いや、いいですね。お、料理上手なところ浴びていく。パスタ、朝からパスタとはなかなか重い。いや、そう、全然関係ないんですけど、ちょっとメイクとか、ね、苦手な女の人って今結構いると思うんですよ。まあ、メイク結構苦手な人とかいるんですけど、思うんですけど、僕のなんかおすすめの本に、何でしたっけ、なんかだから、読んでみてください。はい、なんか作ってますね、知らん間に。アボカドのパスタ、お、美味しそう。まあ、若干雑ですがいいでしょう。パスタそういう入り方するんや。全く水切らんくて終わるか。あ、でも美味しそうね。ジェノベーゼっぽくなってる。お、いい。うまい。胡椒を、はい、やっていくと。お、朝ごはんのようですね。はい。お、まだメイクはしていないと。え、はい、なるほど。こっからじゃあメイクは僕のターンではないって感じですね。そう、カッチカチやで。なるほど、ゆでゆでってなかったぞ。はい。いや、一口がでかい。まあ、このモーニングルーティンは、まあ、作られたものでしょう、おそらく。普段はまあ料理なんかしないはず。なるほど。お、焼き鳥も食べれる。いいですね、朝から焼き鳥、なかなか豪華な。はい、ということでですね、実況解説変わりまして、オッティがやらせていただくんですけども、もぐ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 と串に刺された鳥の塊を1つ2つ3つと、ね、食べていますが、これはね、ノーメイクですかね。あ、手をパチンとやって、ね、ごちそうさまと言いたいんですかね。ごちそうさまと言いません。ごちそうさまという言葉は結構大事なんですが、これは減点対象か。はい、ということで次は何ですか。これはですね、これやばい、絶対言っちゃった。ちょ、やばいやばい、ちょ、これダメや、これピロマラさん捕まってほしい。言っちゃダメだよな。ちょ、よくない、ほんまによくない。どっからやっけ。
はい、でここからは何ですか。これはあまり良くない薬に見えますが、ドーピングの時間ですね。これはドーピングの時間となっております。はい、次の、スポーツをやるんですかね。ドーピングをして次にいい記録を出そうと。はい、おっと、次は何だ。これは何をしているか分かりませんが、ユニフォームに着替える時間ですね。ユニフォームに着替えてこれから運動していこうと。おっと、服を着替えたが、これはあまり色が変わっていない、色味があまり変わっていないので、服を着替えたかどうか最初分かりませんでしたが、これでスポーツ運動に入っていくということですね。はい、次出しました。これが競技で使うものなんですかね。なんだこれは、ホワイトオイル。このホワイトオイル、白い、ヌルヌルの液体を顔に塗っていく。これで何をしてるんだ。これで何が変わるのか。これを塗っていることに僕はいつも気づいていない。はい、もっと今度また白い液体塗っていく。これは何分、何分までやればいいんですかね。これはこれ何分までやればいいんだ。これ何分までやればいいんですか、分かんないんですけども、これはなんだ、目の下にこれは、何かを塗っています。 あれですね、あのマオリの人たちがやってるメイクをやってるんですかね。あの目の下に黒を塗ってね、こうやって、はい、野球の人たちもやってますね。だってあのボールが見やすいように。はい、はい、でこれでなんか白いのをトン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 と粉を顔に吹かせています。はい、まあね、朝からこういうね大変なことをやっていると。そして小高い花、小高い花の横、おっと、鼻の中を掃除しましたね。今ブラシで鼻の中を掃除してフィニッシュ。タイムはいいタイムが、あっと、まだ残っていました、まだ残っていました。最後に口の上をほうきで吐いて、目の下もほうきで吐いて、目やにを落としてフィニッシュ。いや、フィニッシュではない、まだフィニッシュではない、まだほうきで吐きます。顔を吐いて吐いて吐いて、まだ吐く、まだ吐く、吐く、まだ終わらない、まだ。今度は眉毛の上をほうきで吐いています。これは何をしているんだ。眉毛削ってるんですかね。眉毛を削って、でこれ最後か。おっと、もっとも、また眉毛を今度はたわしのようなものでこすっています。どんだけ眉毛が汚いのでしょうか。眉毛の掃除を行って、目の下にマッキーで線を描いて、どんどん出てきます。いやー、さすが異次元の技のデパートと呼ばれるレマラ選手、素晴らしいですね。でこの目の上に、何ですかね、これはオイルを塗って、まあこの辺で変わりますか。この辺で3分ぐらい経ったので変わりたいと思います。まあね、今あ、まあ、終わろうか。終わります。でてててれてれでー。さあ皆さん、お楽しみの僕タイムです。はい、まあ同期なんでね。あらさやばやばや、ボロついてやりますよ。僕ちょっとお酒飲んでるんでね、あれですけど、行こうか。これさ、女のメイク見ても何も思わんねんけど、別にこれやられてもさ、これなんやねん、これ何石灰ですか、これ。こういうのってあの女の子のトイザラスに売ってる少女版のおもちゃでありませんね。これのプリキュアのおもちゃ使ってますから、こうやってね、パッチリさせて。だからこうやってピロール可愛い可愛いって言ってる皆さんは騙されてるんですよ。結局はこうやって仮染めの姿、オッティかっこいい、今がかっこいい、それは素の姿なんで認めます、認めます。ただピロール可愛いはね、皆さん騙されてます。これは作るこれ騙されてますからね、騙されてますからね、皆さん。これ何、枝毛が気になる、私枝毛が気になる。ということで今回はね、このトリートメントを使っていきたいと思います。あの、俺がでも髪伸ばした時期があって、あのこうやってあのトリートメント使ってやるときあんま意味なかった気がしたよね。匂いはめちゃめちゃ、匂いは確かにめちゃめちゃいいんやけど、その枝毛効果あんまり感じんかったところがあって、結局こうやって全てを作る素のピロマルがゼロとして、化粧をして、そのチーク、口紅、目パチパチ、眉毛整えて、髪の毛にトリートメントつけて、こうやってつけて、今やってるでしょ、これに全て皆さんは騙されてるんです。はい、素のピロマルは大したことないです。もうそこらにいます。あのコンビニで皆さんが夜中にコンビニに行って、あのスウェットで着てる女の人見てください。それピロマルです。はい、それほぼピロマルです。それを可愛いと思える皆さん幸せですね。はい、世の中のあの6割7割の女の人可愛いと思える世界線にいる皆さん幸せだと思いますよ、本当に。はい、こうやってね、もう何が変わった、何が変わった、それ終わった、もしかして終わった、あれ何があんねんのかな、これ何、これ分からん。あれね、ピアスね。あの正直ピアスってお父さんも気づかない、少なくとも俺は気づかないです。別に耳キラキラしとった、これは何、これはグーじゃないよ、え、終わり、どこ行くん、お前、ほんで
コーヒーを汲んできて、さあ編集始めるのかな。編集、パソコンをオープン。そして何に気づいた？お前一体何に気づいたん今。今一体何に気づいたん？カメラ見てないやろ絶対。バイバイじゃない今。バイバーイ。